はい、皆様お疲れ様です。シュチュワンです。今日はですね、2021年の1月12日深夜0時46分となってます。現在のですね、暗号通貨、市場、全体的にね下落していますということで、お伝えしていきたいと思うんですが、ビットコインの方ですね、今現在ですね333万ですね、でぐらいということで、まあ大幅なですね下落がありました。まあ最高値ですね、最近の最高値でまあ420万ぐらいいってたんですけどもね、そこからするとですね、この短期間で100万下落ということになるのかなと思います。はい、まあ本当ですね、この市場はですね 10% から 20% のね、まあ上昇もしますし下落もしますということでね、結構ボラティリティはねやはり大きい状況ですね。はい、まあ、現在ですね、まあ、イーサリアムの方もね 23.73% ということで、ね、下落しておりますね。他のアルトコインもね見ていくとですね、まあ、10から20程度ですね、大幅な下落に、なってます。はい、まあ、かなりですねこう上昇していたので、どこかでですね、まあ下落するんじゃないかと言われてましたし、大口のですね利確っていうのも、あるんじゃないかということで、まあ、懸念はねされていたというところですよね。はい、ただどのポイントでね、利確してくるのかとかね、まあ、そういったところはねすごいねタイミングが難しいというか、まあ、検索でも結構ね上位上がっていた、ことだということで、はい、まあ、調整がそういったね、ところがですね、はい、この市場ね大きい、ことですよね。はい、まあ、そういったところを注意して、まあ短期の方はですねやっているとは思うんですけども、はい、まあ、いろんなですね通貨、ありますけども、全体的にですね、まあ、ビットコインが、大幅下落、に対してですね、結構ね下落してきましたね。まあ、アルトコインもね大きく、はい、下落している状況ということになりますね。はい、これコインポストさんのね、記事になってますね。まあ、1月11日のね23時14分ということで、まあ、先ほどですね、上がってきている、まあ、ニュースとなってます。はい、ビットコイン反落ということでね、投資家の利益確定売り広がるということで、載っておりますね。はい、はい、一時330万をね、下落、下回って下落ということでね、ビットコインね、前日比 22% ということになってますね。はい、まあ、一時期ね4万ドル、っていう大台に乗ったんですけども、まあ、ここでね一旦急にですね下落というふうになってますね。要因とされることですけども、まあ、米国債利回りのね上昇ということで、米国のね金融金利上昇ということで、はい、非常にですね、まあ、上昇に伴うドルの上昇ということもあって、まあ金の方もですねかなりね下落しているんですね。はい、ビットコインの方も下落しているということですね。今年ですね入ってあのビットコインねかなり上がりましたので、まあそのビットコイン売られてまたね金に行くんじゃないかっていうね声もあったんですけどもね、今回はですね、その予想も、違うというところで、まあ金もビットコインも下がっているという状況ですね。はい、はい、専門家のね見解というところなんですけどもね、大手メディアでのビットコインに関する見解としては、アナリストの方ですね、はい、ビットコインのボラティリティと暴落の可能性について見解を語っていたということですね。はい、まあ、リー氏は2021年のボラティリティが高く極めて警戒感が高い状況だとしており、投資家は市場が一度暴落してから大幅反発し過去最高値を更新するシナリオを備えることを推奨するとコメントを出しているということですね。ビットコインはハイパーボラティリティの資産で、我々投資顧問企業ファンドスタートグローバルアドバイザーズの今年の展望としては、株やビットコインなどのリスク資産は1月末から4月の間でピークを迎え、 S&P500 指数が4000ドルに達すると。仮に S&P500 が 10% ほど下落すれば、ビットコインはおそらく 50% の下落幅になり得るということで、まあこういうふうにね、言ってますね。はい、まあ、この調整幅っていうのはですね、まあ、仮想通貨では珍しいものではないということで、2020年にもコロナショックなど同じような時期があったと話したということですね。
はい、一方暴落はするものの市場回復によってビットコインが今年で 300% 以上の上昇率を達成することは見込めると、今後の市場をですね見ているということですね。2017年の強気相場の再演出なら 300% の上昇はあり得ると推測を口にする場面も見られたということです。はい、このようにですね、専門家の意見としては、あるということですね。はい、それではちょっとね、株価の方を、見ていきたいと思いますね。はい、ですね、こちら日経平均となってまして、まあ、日経平均の方はですね、まあ、上昇していると、いうことですね。はい、まあ、これ日足で見てるんですが、まあ、11月頃からですね、ずっとね、上昇している状況ですというところです。日足で見ていてもね上昇しているということで、はい、日経の平均の方ですね、このような状態です、それではねニューヨークダウの方をね見てみたいと思います。はい、ニューヨークダウの方はねこちらですね。はい、日足で見てみますとですね、はい、このような形ですね。はい、4月を境にですねずっとね、まあ、上昇傾向ではあるということですね。はい、最近でも上昇しているということになってます。はい、こちらはですねビットコインね15分足ということでね、結構下がっております。はい、こちらはですねドル円、ユーロ円とかですね、まあ、ユーロ USD ということで、見ていますけども、はい、ドルの方ですね、結構ね上がっていますということで、高値ですと105円ぐらいまでですね、ドル円の、ところで、まあ、上昇しているということになってます。はいはい、ということでですね、まあ、ドル円の方もですね、ドルがね非常に、まあ上昇しているということで、まああのまあ、金融金利の方もそうですし、ドルの方もですね上がっているということになっております。金の方はね、下がっているということでビットコイン同様ね下落しているということになるんですけども、その背景としましては、まあ、いろんな意見というかあるんですけども、まあ、のコロナの影響でですね、まあ、やはりアメリカの方がですね急増しているということもあって、まあ、雇用統計ですねの方、米労働省の方のね発表でですね、まあ、14万人減ということで、まあ、予想をはるかにですね超えた、マイナスだったということが、まあ市場に影響しているのかなというのも一つかなというふうに思います。まあ、そういった経済のね、まあ、低迷というか、が良くない状況なんですけども、まあ、こういった時にですね、まあ、FRB とか、まあ、政府のね、動きっていうのがですねこう、まあ、予想されるというかですね、 FRB でしたら、量的緩和、それから、まあ、政府でしたら財政出動と、まあ、いう形でですね、まあ、動きがあるんじゃないかというところで、まあのまあ、お金の動きがねあるのかなというふうに思います。まあ、米国債にしてもですね、まあ、金より、まあ、金利がつく方にですねお金が流れているのかなとか、まあ、そういった、ね、予想というか言われている方もね結構いますということですね。はい、まあ、実際のですね経済っていうのは良、くないんですけども、まあまあ、株価はですねこう上がっていくのかなというところでですね、まあ、お金のね動きがね変わってきているのかなと思います。はい、この後もですね引き続きですね、まあ、状況を見ながらですね、まあ、長期金利っていうのがね上がっていけば、また金の下落っていうのもね考えられる、まあ、要素となるので、まあ、注意が必要なのかなというふうに思います。はいはい、仮想通貨の方ですね、見ているいますけどもね、まあ、現在ですね324万と、先ほどからね一気にね、下落していますよね。まあ、10万程度の大幅な下落になってますね。はい、まあ、一瞬です。
はい、ほんのですね、20分30分の間にですね、このようなね動きがあるわけですね。はい、このようにしてですね、全体的にね市場下がってるんですけども、この時に、皆さんですね、どういう、心境だというところですね。で、大衆心理としてはですね、このままね下落していってしまうんじゃないかとかですね、ツイッターの方でもですね、仮想通貨引退しますとかですね、いうね、コメントされている方も結構いてですね、はい、逆にですね、それは、チャンスというふうな、ことなのかなっていうふうにね、受け取れることもできますというふうにね、思っています。はい、こういったね、大衆心理とは逆のことをですね、考えていくっていうのは結構ね、大事なことなのかなというふうに思いますし、自分の考えとしましてはですね、やっぱり下落してくれる方が、ありがたいっていうところですね、ここからまたですね買い増しをしていったりとかですね、はい、下がったらチャンスかな、下がったら買いかなっていうふうにね、自分としては考えてます。はい、それがね、タイミングとしてどうかっていうのはですね、それぞれね判断していただけたらと思いますし、どうなるかはですね、実際わからないんですけども、ここまでですね大幅に下落してくれるとですね、買いタイミングだなっていうふうにね、思ってしまいますね。はい、今後のですねこの仮想通貨暗号通貨市場っていうのが、今後どうなっていくか、この先ねどのようにね、このまま下落していくのか上がっていくのかっていうふうにね、長期で考えた場合に、自分としてはですね、まだまだねこんなもんじゃなく、上がっていくだろうというふうな予想しております。ですので、結構な下落ではあるんですけども、そこは、買い増しタイミングと考えて、長期でですね、技術面を考えた時に、伸びるだろうというふうなねことをね強く思っております。はい、ということでですね、本日はね、以上となるんですけども、やはりですね、世界の、ニュース、それからこの暗号通貨はですね、この市場だけじゃなくてですね、相関っていうことを考えるとですね、こういろいろなんですけども、はい、パターンによって、その時期によってもね、相関関係っていうのは違うとは思うんですけども、はい、世界市場ですね、世界の、ニュース、経済の動きっていうのは、やはりですね、影響してくるということですので、はい、そういったね全体的なニュースっていうのもですね非常にね、大事になってくるのかなと思っています。はい、ということでまたですねこういった、仮想通貨関係になりますけども、専門的に、特化してですね、ニュースの方とか、他の通貨のこととかお伝えできればなと思います。はい、それではですね以上となりますので、またですね概要欄の方とかね見ていただけたら嬉しいです。それでは、最後までありがとうございました。失礼いたします。